クライアントさんにもよく言うんですけど、やるかやるかやるかなんですよ。相手の現状を聞いた上でのベストなご提案っていうのを本心からするようにしてます。皆さんこんにちは。今回はですね、サロンオーナーのまどかさんがご自身のオリジナル講座を作成、そして入学12日間で143万円のね売り上げを上げたセールス法というテーマでお話をしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。今のご活動内容、業種を教えていただけますでしょうか。サロン経営と、あとはインスタグラムのコンサルをさせていただいております。弊社に入学いただいたきっかけっていうところも聞いていきたいと思うんですけども、こちらはどういったきっかけで入学されましたでしょうか。北野さんの存在を知りまして、 LINE 方式に登録させていただいて、はい、本プレゼントしていただいたんですよね。毎日のように LINE 公式の方でライブやるから来れますか、うん、っていう風にお誘いを受けて、見事にザイオンス効果にハマってですね、そこから興味を持ち始めて、無料でこんなにノウハウを教えていただけるなんて本当にすごいっていう風に感じておりまして、入学を決めた次第でございます。あ、早速ね、入学前と後の状況とかも聞いていきたいと思うんですが、入学前の状況って売上だったりとか、そういったところってどうだったんでしょうか。インスタグラムのコンサルに関しては100万いくかいかないかぐらいな感じでした。この時点でもある程度ね、売れていらっしゃるということでね、そういう力があったってことだと思うんですけども、売上があってなぜ弊社にご入学いただけたのかなって、逆にちょっと質問させていただきたいんですけど、奥の世界を見たいと思いまして、それにはやはりもう奥の売上を上げてらっしゃる方についていくしかないって思ったんですよね、うん、年商で1億っていうところを目指していくとなると、やっぱ月商で1000万円というね、売上を達成していきたいと。入学前ってどういうところに具体的につまずいていたんでしょうか。制約率ですとか、インスタグラムからの公式 LINE への流入ですね。 LINE への流入っていうのはほとんどない感じ。1日に1人2人、そこをもうちょっと集客数を増やしていきたいっていうところと、制約率をもっと上げていきたいと、課題を感じて弊社にご入学をいただいたと。入学されてからまだ12日間というところで、本講座がねまだ開講していないその前段階なんですけども、もうすでに制約はね140万円って売り上げを上げられているというところで、今回入学してから143万円ですかね、上げた後の変化であったりとか、どういう部分を改善したことでこれだけの売り上げが上がったと思いますか。北野さんから教わったことを素直にやったっていうことが大きいかなと思うんですけれども、うん、商品設計、自分のオリジナルの講座のコースを変えました。これに関しては弊社のね初回コンサルで実際にそのコース変更とかプランニングとかを手こ入れをさせていただいたと。あと特典を充実させました。商品パッケージの中に含まれているお客様に提案するプレゼンの資料のね、これをよりやっぱ魅力的な特典に変えたっていうところですかね。かなり魅力的な特典にしました。これだけでも制約率変わってきますよね。今日動画見てくださってる方でも、いやちょっと私営業苦手ですとかっていう方もたくさんいらっしゃると思うし、商品設計パッケージとか提案の仕方っていうところについて今日はフォーカスして聞いていきたいと思うんですが、まどかさんが商品設計でどういうポイントを具体的に変えたのか教えていただいてもよろしいでしょうか。2つのコースを作ったんですけれども、 VIP 専用っていう感じでめちゃくちゃ充実させました。プラス成果保証っていう部分もつけました。なかなかやっぱ成果保証とかって皆さんあんまりつけたがらない方も多いんですけども、実際に美容外科であったりとか予備校とかですね、売上上がってるところってこういうキャンペーンとかつけたりするんですけども、制約率をね持っていくためには定価保証とかをつけた方がお客様もやっぱ安心してねご参加しやすいと思いますし、こういうとこ一個ポイントですよね。2つのコースのうち上位コースを魅力的にしたっていうポイントなんですけども、これは具体的に言うと、上のプランと中級プランがあった時に上のプランの特典を増やしたっていう感じですか。めちゃくちゃ増やしましたね。この動画見てる方でも商品まずね1個しかないよっていう方は、コースを複数にしてあげることによってお客様が買わないっていう確率を減らすことがねできるっていう、まずメリットが一つあって、商品1個しかないと買う買わないで 50%50% だけど、 A コース B コースを用意しておくことによって買わない確率を3分の1 33% に下げることができるというね効果があったりするんですが、特に上級コースをメインで販売していきたい場合は上級コースをキラッキラの特典にしていくと。次にですね、お客様と実際に資料を見せながら営業するときに喋り方とかでまどかさんが意識しているポイントとかもあればちょっと教えてほしいなと思うんですが。ポイント結構たくさんありまして、まずはずっと笑顔です、はい、こちらは口角を上げまくって笑顔で相手に安心感を与えること、はい、喋り方もゆっくり丁寧な口調、うん、こちらが喋りすぎないようにしてますね。お客様の今の現状だったりとかを把握した上でのご提案をしたいと思っているので気をつけてますし、売ろうっていう気持ちを一回私はしまってます、うん、売ろうとしてるのって相手に伝わっちゃいますもんね。相手の現状聞いた上でのベストなご提案っていうのを本心からするようにしてます。マニュアル的なトークではなくて、本当に相手のことを思った上でお話をするようにしてます。まどかさんみたい
たいなね、起業家の方がもっと増えたら嬉しいなと僕も思ってて、営業力ってよく見極め能力って言ったりしますけども、相手が求めているものをやっぱ提案する。逆にうちもそうなんですけど、うちの学科が本当にふさわしくなかったらこっちからむしろお断りする場合も結構うちもあったりするぐらいなので、本心から相手のためを持った提案っていうところがね、絶対的に外しちゃいけないポイントかなと思いますね。インスタグラムとか日々の発信で実際に意識されていることっていうのもちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。自分の思いを伝えたりですとか、共感を得られることっていうのをすごく意識しております。まどかさんのお客様ってもちろん商品がいいからっていうのもあると思うんですけど、それ以前にまどかさんだからっていうので来たりしてますよね、はい、私自身がシングルマザーなので、シングルマザーさんですとか、私子供が7人いるんですけども、子だくさんの方がすごく来てくださってます。自分と同じようなやっぱ境遇のクライアント様がやっぱり多いと、具体的に言うと例えば自分のストーリーとか価値観っていうと、どういう風な話をインスタとかストーリーとかでされてますか、はい、自分の人生の中において衝撃的なことだったりとか、どん底だったけどこうやって這い上がったよとか、今日を書くようにしてますね。人ってハッピーな話より、どうやってそのどん底から這い上がったっていうことに興味があると思うので意識して書いてます、本当に見てくださってる皆さんもですね、自分が何か商品を販売していきたいとか、まあ、店舗やられてる方もそうなんですけども、自分が辛かった時のエピソードとか、それをどういう風にして乗り越えていったのかっていう、自分の一つの英雄の物語って僕らは呼んでるんですけど、そのシーンの切り抜きをですね、ポイントポイントで発信をしていくことで共感を拾っていくっていうのは、これ非常にね効果的な配信になりますので、ぜひね参考してほしいなと思いますね。まどかさんが非常に重要なポイントを教えていただいたんですけども、学科入学されてまだ2週間弱というところでですね、うちの学科に入学する時って不安じゃなかったのかなっていうところをちょっと聞いていきたいと思うんですけども、実は私今まで自己投資1000万ぐらいしているので、自己投資するのはやめようって決めてたんですよ。起業して今4年目なんですけど、去年特にしすぎたので絶対しないって心に誓ってたんですけど、自分のためじゃなくてやっぱ生徒さんのためになるってすごく思ったんですよ。自己投資って最初メンタルブロックであったりとか、超えるのが難しい壁であったりもするんですけども、まどかさんとかもそうですし、本当にやっぱ生徒さん思いで、クライアントさんにより成果を出してもらうためにうちで SNS 学ばれる方もね、やっぱたくさんいらっしゃったりするので、そこがねやっぱ大きかったってとこですかね。最後にまどかさんから、これから挑戦していきたいとか、より集客で成功していきたいという方に向けて一言、もしねアドバイスがあればお言葉をいただけたらと思うんですが、クライアントさんにもよく言うんですけど、やるかやるかやるかなんですよ、何事も、やってみなきゃ分かんないですよね。僕自身も今会社7個ぐらいやってますけど、エステサロンやりますってなった時に、店舗ってねどうしても利益率がとかっていろいろ考えちゃうと動けなかったりとか、未曾有のウイルスでお客さん減ったらどうしようとかって、悪い想像しようと思えばいくらでもできるし、できないわけっていくらでもできるんですけど、できると思えばどん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 できる理由も出てきたりするので、結局のところどんなビジネスもそうなんですけど、やってみないと分かんないっていうところなんですよ。僕がやっぱ見てきた事業ですごい成功されてる人とかって、見切り発車でとりあえず始めましたっていう人多いですからね。もちろんちゃんと事業に対してはすごい真剣に考えてるんだけど、スタートダッシュの時にはめっちゃ IQ 下がるんですよ。まどかさんもいい意味でそういうタイプだと思うんですけど、僕の知り合いの経営者さんがよくされている話で、宝くじ10億円当たったら、あと1時間以内に銀行に行けば10億円交換できます、でも1時間ちょっとでも遅れたら10億円手に入れませんってなったら、槍が降ってても多分皆さん死ぬ気で銀行行くと思うんですよ。これって別に行動力があるなに関わらず、年中仕事せずに家でダラダラしているニートの人でも多分死ぬ気で10億円取りに銀行まで走っていくと思うんですよ。それぐらい自分が成果を出していける可能性があるっていう確信度合いが高ければ誰でも行動できると僕は思ってて、ぜひ皆さんも新しく挑戦したいなとかってなった時には、宝くじの話に、ね、思い出していただいたら嬉しいなと思うんですけども、今回はまどかさんと一緒にですね、高単価でも売れるセールスというテーマについてねお届けをさせていただいたんですが、概要欄にねまどかさんの LINE 公式アカウント貼っております。こちらもぜひ登録いただくとね、まどかさんの配信の内容も非常に勉強になると思いますし、今だけね月20人ね来店集客できる愛されインスタ集客マニュアルっていうのをねプレゼントいただけるということなので、ぜひこちらもねチェックしてみていただけたらなというふうに思います。まどかさん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、 LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。